車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、土井パフォーマンスです。今回は、ゴールドショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車を紹介したいと思います。紹介しているのは、小塚さんです。よろしくお願いします。お願いします。で、今回は、最初に言っておきます。はい。長くなります。そうですね。はい。パーツの量が半端ないですね。というわけで、まずは、こちらの車をご紹介するんですけれども。はい。概要をどんなことをしたのか聞いてもいいですか？概要ですね。はい。LNG63 を、新車で、ご用意させていただいて、グラバスの、ワイドスターにして、その後に、800馬力にした上で、オールテン。ただただですね。はい。情報量が多すぎて、一つずつ手出したら、わけがわからない。そうですね。本当に、ね、多すぎですよね。はい、こんなもうカスタマイズというファンで、はい、オーナーさんの経緯が気になるんですけど、はい、そうですね、もともとお話をいただいたのが1年以上前になるんですけども、グラバスのワイルスターをやりたいという話をいただいて、今年に入って、新車が、もうそろそろ46が出るというタイミングで、46さんが A がいいということで、で、そのところで46さん A を新車で、サマーさせていただいて、そこからご用意させていただいて、で、そこから全部じゃあ、せっかくだったら、色がシルバーがいいので、で、その新車で切ったシルバーがないということで、じゃあ、せっかくだもうじゃあ、ご提唱っていうところで。はい、ノリが軽いです。というわけで、もう、はい、カスタマイズもそうなんですけども、はい、まず色ぐらいされてると、はい、でこのボディカラーが、はい、オールペン、はい、で純正色じゃない設定のない色にそうですね、これオールペンされてるんですか？はい、それ僕こちらの経過も見守ってるんで、はい、知ってるんですけども、はい、すごいなんか雰囲気があるというか、はい、そうですね。で、せっかくオールペンでシルバーにするんだったら、もうその純正にはない、純正が今の経験にはないシルバーということで、昔の 300SL のシルバーがいいよねっていうのは、もうオーナー様も僕も、せっかくシルバーだったらもうそれしかないよねっていう話で、もうそれになりました。だから全然違うところからこのシルバーを持ってきたんじゃなくて、はい、ちゃんとメルセデスの伝統の色を持ってきてる、はいはい、そうです。なのでこれが映像でどこまで伝わるかわからないんですけども、若干の黄色みがかってるというか、はい、本当にクラシックな、はい、すごい雰囲気のあるシルバー、そうですね、すごい深みがあって、もう見てて飽きない色ですね。ベネってこの色がないんで、本当に詳しい方とか知ってる方だったら、はい、本当に目につくというか、一緒にあれって思う、はい、感じの雰囲気に仕上がってる、はい、で当然ボンドボディのオールペンですから、はい、もうめちゃくちゃ綺麗に塗ってありますね。そうですね、もう基本的にもう中開けても分からないような感じでオールペンされてますね。でこの後確認していただきますけど、ボンネットの中も、はい、可能な限り塗ってありますし、トヨタのドア口も見えるところは全てオールペンされてるということで、はいはい、でも純正でこんなのありましたっけっていうぐらい綺麗に塗られてる、はい、そう、めっちゃ綺麗ですね。で今回はこれ真っシルバーに塗っちゃってるんじゃなくて、はい、ツートンになってる、はい、そうですね。これ元色は何色でしょう？元色はマトラックです。マトラックな。まあもう最終の最終で車を用意してますからね。はい。というわけで、マットブラックの要素が全くないんです。全くないです。今回はこの通販。ちょっとマノファクトゥア風にペイントされてる。はい。というわけで、ワイドスターなんで、当然、マッパー新フォー編は奥グラで、はい、ペイントされてる。はい。で、あとメインのところとしては、今回、ワイドスターのキットが入れてるということで、はい、また着てきました。さあ、着てるんだよ。僕は着ない。というわけで、バンパーもフルバンパーで交換されてて、はい、さらに今回、ペイントカスタマイズもプラスアルファしたんですよね。はい、はい、そうですね。まあ、できるところは、できる限りグロスブラックで塗ったりとか、なるべく当時というパーツが出ないような感じでは塗っていってます。ので、こういったところで使うと、シエに、こういったところも。はい、なのでグリルのこの中もそうですし、フィンは割と定番ですよね、はい、この辺なんかも全部黒くグロスのブラックで仕上げられてると、ね、フロントカメラのカバーとかもちゃんと、あ、はい、ここもっすね、はい、全部グロスのブラック、もともとザラザラっす、そうですね、もともとザラザラなので、そこら辺はやっぱり高級感を出すためにもう全部できるところはなるべくやるっていうことを考えというわけで、はい、全部トイレですもんね。そうですね、ここめちゃくちゃ大変ですよね、これだけやるのは。そして当然真ん中 WB は
ブラバスがここ入ってて、はいはい、でなおかつバンパーのこの下側のこの網も全部、はい、あのこれ現場で僕見守りましたけど、はい、この網の中とかも全部足付けして、やばいですね、脂肪を取ってグロスで売るという、はい、やばいと思います。そんな仕上げがしてある。そしてあとこれ下側のカーボンってこれオプションでしたっけ？オプションですね、はい。というわけで今回あのこれから紹介しますけど、あと他にもカーボンパーツ盛りだくさんということで、はい、できる限りカーボンはつけるようにしてます。で何度かご紹介してますけども、ブラバスのカーボンパーツは高い、エグいですね、はい、金額がエグいです。だからもう愛特売になるぐらいもう本当に高額なんですけども、はい、この辺もついてる、はいはい、あとはこちらパワードームもしっかりついてる、はい、これ結構つけるつけない悩まれるところも多いと思う。そうですね、まあ、つけることによってそのボディの厚みっていうのがすごく増すので、やっぱりその800っていうところですか、まあ、ワイドボディというところのらしさがちゃんと出るようになってますね。あ、確かに今回エンジンチューンというか、はい、あのパワーアップの下って800馬力出てるので、はい、まあ、800馬力にするんであればなおさらつけたいところです。つけたいところですね。というわけでこちらが装着されてる、はい、でこれあのつい最近ですけども、ブラバス の, あの発表会がじゃないと、はい、ありまして、でモデルチェンジして、はい、なんか新型がすごく薄くなったんですよね、はい、なんで新型結構スタイリッシュでいいんですけど、あの迫力で言ったらやっぱりこちらのパワードームもあります。厚み50はやっぱあるんです。厚みが相手あります。へえ、なのでね、しっかりこちらになってついてて、はい、ここも全部はい、はい、スーッてあるという、もう後ろがもう抜け抜かりない、抜かりないです。というわけでもう前だけでもすごい迫力のフロットペースになってる、はい、これナイトパッケージはもともとじゃあアクトラクターだった、はい、そうですね、はい、もともとナイトパッケージです。というわけでもう前の迫力はレボになってるんですけども、そんな車横に回ってると当然ブラバスのワイドボディエキストラで、はい、相当なワイドになっております、まはいはい、じゃあありがたいことにこの辺はあの何度もご紹介してるんで、はい、少し飛ばしちゃいますけど、このどでかいフェンダーに収まってるホイールがこちらでございます。はい、NVフォージドの MR520 の3ピースです。これまたすごいの出ましたね。そうですねこれはあの、まあ、せっかくこれで作らさせていただくので、あの新しいデザイン、誰もまだ作ったことがないやつを作ろうっていう話で、まあ、去年の秋ぐらいにこれが新作発表されたの で, でそれで、お客様にこれいかがですかって言ったら、あ、いいねっていう話で、まあ、これにさせていただきました。これブラマスのホイールっていう選択肢もあるじゃないですか、はい、そこはあえて行かずに、はい、よりこう目立つ足元というか、そうですね、はい、スタイリッシュな方、まあ、スタイリッシュな方に色も選べますし、フィニッシュも選べますし、あとはその、太さとかも自由度が高いので、そういったところで、まあ、メタンのホイールっていうのを選ばさせて。確かにチューナーモノのホイールって割とまとまりはいいんですけれども、さらにそこからっていうのは難しいですからね、はい、あのデザインだったりもそうですし、はい、あとサイズがやっぱりチューナーモノって固定されちゃうんで、はい、まあ、基本的にはそのワイドにしないのと一緒なんですよね、はい、そうですね、まあ、特にブラバスはスペーサーで最終調整するようになるので、まあ、そういったところでいくと、まあ、これあのアメタンのホイールでいけば、スペーサーなくて取り付けができる、これは大きな違いかなというふうには思ってます。そしてタイヤコイルも非常にワイドはい、ということでチューナーのホイールからさらにその上を行きたい方はやっぱりアメタンがおすすめということ で,、はい、で新作のこちらですけども、はい、これはまたあのでもすごい迫力のホイールなんですけど、はい、迫力のボディにマッチしてますね。じゃあめちゃくちゃマッチしてますね、はい、というわけで非常にコンケーブもついてて、はい、でよく見ると割とこうよくあるって言ったらあれですけど、あの鉄板のメッシュデザイン、はい、Y 字スポークの、はい、ただこの側面が削ってあったりとか、特に MV あの自社で全部やってて、この辺の削り込みなんかもすごいですよね、本当に一段と削られてると、はい、で今回なんかフィニッシュもなんか絶妙な感じですね。はい、ディスクが、ブラッシュのダークスモークですね、はい、で、リムがポリッシュドダークスモーク。あ、なるほど、はい、じゃあ色味は一緒なんですけど、はい、その下処理を分けてる、はい、はい、そうです。そうすることによってあの、まあ、立体感が生まれるので。なるほど、はい、というわけでディスクはこの金属のこのブラッシュドの磨いた目が残ってるフィニッシュ、はい、そしてリムはこのポリッシュなんで、はい、ピカピカだけど少しスモークがかかってる絶妙なフィニッシュ、はい、落ち着いた感じになりますね。それで
センターキャップなんかはどれ4ピース4ピースの、はいはい、オプションのセンターキャップですね。あ、これオプションなんですか。そこはもうオプションっていうぐらいでなんか標準ぐらいですよね。あの僕らいつもオーダーするときはで今回あのこの中もカーボンなんですけど、ね、はい、外のあのカーボンパース結構合ってるな。あーそうですね、確かに、はい、で色を入れるっていう選択肢もあるじゃないですか。ありますね。だからあんまりここは入れなくてもいいかなって思いましたので、まあ、カーボンの方が他にもカーボン作ってるので、まあ、カーボンの方がしっくりしますよね。というわけでこちらのホイールが装着されていると。そして車高もしっかり下がってますね。はいです。こちらカーベイの、プラグアンドプレイの、まあ、要は高いやつですね。電子制御のサスペンション機能がそのまま使えるやつですよ、はい、そうです。なんと3桁万円このでも乗りました。いやもうすごいいいんですよ。ですよ、乗り心地が。あれこれ僕初めて乗らせていただいた時にびっくりしました、はい、僕もびっくりしました。あのゲレンデの乗り味がもう180度変わるって言っても変わるんじゃないですよね。はい、はい、そうですね。めちゃくちゃ接地感あるし、はい、飛ばしてもなんか全然大丈夫な感じ。もう安心して飛ばせる感じがあるのですごくおすすめさせてもらってます。でもあの価格だけで聞くとちょっと結構高い足回りだなって感じしますけど、はい、乗るともう皆さん納得されてる感じですね。はい、でこちらのカーベイのサスペンションあの実はブラバスのブランドでも出てる。出てますね。そのぐらいチューナーブラバスからも信頼されてるブランドということで、はい、しっかりその辺も変えてある。なんか本当に全部がマッチしてますね。そうですね。ここをダウンサスで終わらせるんじゃなくてそうです、ね、ちゃんと超一流品のトップカテゴリーの車高調を入れてるというわけで、はい、足回りだけでも非常に決まってる。そしてあ、飛ばしてました。はい、カリパーもしっかり。あ、もうそこは、はい、そこはもうというわけで今回は黒いキャリパーに張り替えて、はい、雪文字のブラバスにしてます。というわけで非常にこの点もまともにある。もうなんか隙がないですね本当に。そうですね、もう隙なくやらさせてもらってますね。そしてフェンダーに戻りまして、はい、こちら知ってます、オプションです。オプションです、はい、このオプションのカーブですね。ホワイトスターのこちらのダクトの部分、はい、これがオプションでカーブにできる、はい、ただこれも高いんですよ。まあまあいい値段しますね。というわけでこの辺なんかもしっかりついてて、この網も全部グロスブラックで塗ってます、はいはいはい、でここのラインはボディ同色で、はい、なんか結構この辺差し色入れたりもありますけども、はい、徹底して差し色は入れずに入れないです仕上げてある、はい、あと細かいところですけども、はい、このモールのここ、はい、ここも部品なんですよね、はい、で色が2種類選べる、はいね、はい、で今回はシルバーとチョイスさせていただきました。もう一色赤でした。赤です、はい、というわけで今回ボディカラーという雰囲気に合わせてシルバーになって、はい、あと横もあの割といつもの紹介だったらババババって通り過ぎるところなんですけど、横のこの情報量も大変なことになってます。まずこれ僕気づきましたよ、はい、このミラーベースも塗ってます。あ、もちろんです、はい、あ、塗ります。素地パーツがほぼない。塗れるところは極力塗るようにしてますので、まあ、今回オールペンしてるんで全部外してますけども、はい、って言ってもこのミラーも全部分解して、はい、これも全部グロスのブラック、はい、面積結構ありますからね。はい、そうですね、しっかり仕上げてあげると雰囲気がだいぶ違う、はい、でここが塗れないんですよね。そうですね、ここにゴムがちょっと入っているので、はい、あの塗れないですね。塗っても耐久性に何かある可能性がある、はい、というわけで今回というか、まあ、ここに関しては、まあ、塗らない方がベータ、はい、ということで今回ここだけは残ってますけど、はい、ここは全部グロスのブラックでした、はい、これは純正ですか。ブラバス、あ、これもブラバスですか、はい、だからもうどこまであの仕上げてあるのかといったらもう全部なんですね。はい、極力全部です。そしてご覧ください、800馬力ということで、はい、これ嘘800じゃないですよ。違います。正真正銘の800です。リアル800馬力ということで、はい、あのこの後エンジンルームで紹介しますけど、はい、ブラバスの方にタービンを送って、はい、加工してちゃんとパワーが出てる800馬力ということで、はい、そうです。えげつないですね。これちなみにちょっとスモークかけてあります。あ、はい、本当だ、はい。ちょっと黒くなってる。はい。ちょっとこれ赤見た時ちょっとこれは目立っちゃうなと思って、まあ少しスモークをかけてトーンを落としてあります。あれ、この上自体は黒なんでしたっけ。いえ、上自体も黒じゃないです。メッキっすよね、はい、元々。じゃあこの辺なんかもしっかり全部黒くなる。そうです、はい、そしてあとはこのステップも
もうここは定番というか、そうですね、定番ですね、そこに関してはしっかり黒くなってたり、はい、あのヨーロッパだったり行かせていただきましたけども、結構ステップ黒くするカスタマイズ、あのヨーロッパでも多いですよね。そうなんですね、ヨーロッパでもやっぱ人気なんですね。というわけでしっかり黒、そして、はい、ちらっと見える電動サイドステップ、はいはい、もしっかりついてて、マフラーも当然、はいはい、当然ブラバスも黒い部分、はいはい、これメッキのやつもあるんですか？ありますね、はい、メッキか、ブラッククロームかですね。で今回はしっかりメッキを抑えてるということで、はい、ブラッククロームのタイプがついてる、はい、であといい音してますね、ドアノブ、はいはい、ここも塗ってるんですね。ここも塗ってます。本当に隙ないですね、はい、くぼみがついてるんで、もしかしたら、はい、うちのオリジナルでコンフォートキーのドアノブに交換してます。あの 463A のもう唯一と言ってもいいかな、はい、弱点の、はい、あのキーレスを出さないと、はい、リモコンを出さないと開け閉めができないのが、はい、ポケットに入れたまま開け閉めができる、はい、今後の時、はい、こちらが最初これ塗る時にあの反応うまくするかなということを思ったんですけど、やっぱ塗っちゃうことによって、はい、塗膜が厚くなるので、あでもあのうまく反応してくれてるので問題ないということで、はい、そちらもついてる、はい、あの465新型は、はい、なんと標準装備になっちゃった、ね、標準装備ですね、はいはい、ただご安心ください、 463A の方もあのつけられる、つけられます、で塗っても大丈夫ということで、はい、じゃあ困ってる方はぜひご相談いただければ、はいはい、というわけでその辺なんかもしっかりやったり、はい、であと今回ちょっとなってるんで、はい、やんないと、はい、同じく、はい、ワットブラックから、はい、オプブラインになってる、はい、そしてあとは ABC B ピラー、はい、ここも塗りますよね、まあそこまで来たら塗りますよね。というわけでしっかりこの辺も、はい、でもう全部スルーしてますけど、あのオールペンが本当に分かんないですね。全く分からないですね。でちなみになんですけど、はい、ちょっと開けていいですか？こういうところが全部塗ってるんですよ、中まで、はい、はい、そうですね、開けたところも、まあもう当然って言えば、まあ、そうですね、はい、もう分からない。でしかも裏もちゃんと全部ポイであるという、はい、そしてリアもワイドスターの大きなフェンダーがついて、はい、リアのこのダクトもしっかりカーボン、はい、カーボンになってます。カーボンなんか今回バランス非常にいいですね。そうですね、めちゃくちゃいい。フロントサイドリアしっかりついてて、はい、ホイールもワンポイントでカーボン、はい、でリアも同じく MV のホイール、はい、コンケーブ具合はリアの方が若干ついてる感じですか？そうですね、まあ、これだけワイドになってるので、やっぱりあのオフセット的にコンケーブがかなりつけられるっていう感じになってますね。そしてデズラも、はい、セーフはい、というわけで迫力のデズラになってる、はい、ちなみにタイヤサイズは、こちらは335の30の24のコンチネンタルの、はい、コンチネンタルのタイヤと組み合わせてる、はい、割とこれ定番というかうちでよく履かさせていただくタイヤですよね、はい、24インチか組み合わせてある、はいはい、そして後ろに行きまして、後ろは背面タイヤ、はい、レスなんですね、今回なくなってます。これはお客様の要望で、はい、はい、そうですね、あの、まあ、背面タイヤなくしてすっきりしたいということだったんで、まあ、じゃあなしという話ですね。結構あのらしさで行くんだったら背面タイヤ残した方が、はい、ですけど、はい、あのレスにするのはレスにするのって割とメリットもあるんですよね。そうですね、まあ、後ろが見やすくなるっていうところもありますので、非常にそうなんですよね、はい、結構背面タイヤここ出てるから、はい、後ろが見づらくなっちゃったり、はい、まあ、バックカメラついてますけど、あとはギリギリまで寄せても大丈夫、はい、そういったメリットがある、はい、あと洗車するときにすごくあの、まあ、確かに楽、今日思いましたね、楽ですここの水切りがもういつまで経ってもいいんですね、はい、その辺も、はい、であの今回は背面タイヤレスということで、こちらのブラバスのカーボンのカバーがついてる、はい、でこれちゃんと全部カーボンの目も揃ってるのもそうなんですけど、はい、文字の中はちゃんと逆向きのカーボン、逆向きになってますね、これかっこいいっすね、かっこいいっすね、それがあるからブラバスの文字が浮き出るような感じになりますので、はいはい、というわけで今回もしっかり、あとは今回800馬力ということで、はい、しっかり800馬力のエンブレムも黒くなってついたり、はい、リアのこの部分もしっかり黒く、はい、そしてリアのバンパーもワイドスターになって、はい、でカーボンですね、カーボンですね、はい、ですね、そして今回僕気がつきましたよ。え、何がですか？ナイトパッケージなんで黒いじゃないですか、はい、色を合わせてあるんですよ。もちろんですね、はい、そこは。というわけでここ結構目立つんですよね。目立ちますね、意外とこういうあの完成した後に見ると目立っちゃうので、そこら辺を見越して、まあ、最初に、まあ、スモーク塗装色っていう、というわけでスモーク塗装されて、はい、ちゃんとこのナイトパッケージのテールランプと同じ色味の
ディレクターになっている。はい。はい。外装はこんな感じですか？見落とし、喋り忘れないですか？ある気がします。そうですね、まあ外装はそのぐらいですかね。はい、はい、というわけでこんな感じのエクステリアになっています。はい、では続いて、はい、エンジンルーム、はい、こちらが800馬力になっているエンジン、はい、というわけでこれ具体的にはどうするんでしょうっけ。タービンを外して、でタービンは本国のブラバスに送って、ドイツに送って、はい、ドイツに送って、で、タービンを加工してもらって帰ってきたものを取り付けて、あとは、サブコンみたいな、コンピューターをつけて800馬力になる。要はその風量アップしたタービンに合わせてちゃんとその燃焼だったりだとか、はい、点火タイミングなんかを調整した、はい、そのサブコンをつけて800馬力が実現していると。はい、そうです。というわけでしっかりこれもう見えなくなってますけど、ね、タービンもしっかり加工済みのものになっている、はい、そしてそれに合わせてこのカバーもついてくるんですよね。はい、でこれがよく見るとこの金のラメラメのカーボン、あれ今気づきました、小塚さん。今気づきました。そういうことか。そういうことなんです。外装のカーボンとちょっとだけ違って、金のラメラメのカーボンになるんですよ。これかっこいいっすよね、なんか特別感が。ここは金のラメラメは今気づきました。そしてタービン加工された方のサインも入って、はい、なんかもう AMG みたいですよね。はい、そうですね。加工の現場も僕チェックしてきました、ちゃんと。ああ、この間行かれて。はい、うん、動画が上がってるか、これから上がるんで、はい、ぜひその動画を見ていただきたい。見ます。ぜひ見たいです。そして、800のロゴも入って、はい、しっかり赤く。これだから、ボネット開けたくなっちゃいますね。そうですね。見せたくなっちゃう。なります。はい、というわけで、800馬力になる、はい。そして、あと、オールペンなんですけれども、はい、もう徹底してますね。はい。そう、フード、裏も。こういうの全部剥がしてっていうことやってますね。で、もうこの辺とかもできる限り。はい。この際まで全部色が入ってる。はい。もともとこの辺は黒ですもんね。はい。そして唯一残ってるのはここぐらいですよね。この辺、そうですね。そのあたりですね。はい。ブラバスのコンプリートカーオープンされてる車を見てきましたけど、はい。その辺もさすがにそこまでは知らなかった。そう、同じぐらい。だって奥の、だってこの、コーキングのところはもう、はい、全部色が入ってるんで、はい、多分これ整理される方でもオールペンって気づく方は少ないかも、あんまりいらっしゃらないんじゃないかっていう、はい、そのぐらい徹底してオールペンがなされる、はいはい、そういうわけで、ね、こんな感じのエンジンルームになっております。はい、じゃあ続いて内装と、はい、あと各部、はい、便利パーツも使ったということで、はい、その辺をご紹介したいと思います。はい、でまず開けると電動サイドステック、はい、まあ、これ単体でももちろんつけられますんで、はい、気になる方はぜひ。これ別に乗ったりとかしてないですよね。まあ、これは してないですね。もともと黒です。もともとこうで開けると LED が、はいはい、イルミネーションがついて、ここも連動なんでしたっけ。そうです。しっかりここも点灯するように。はい、そして今回ソフトクローズもついてるじゃないですか。そう、これドア5枚です。ドア5枚です。なんか465になって少しだけドアの締まりが良くなった。そうなんですか。らしいです。そういう噂もあります。はい、僕練習しちゃったはないです。僕もそうですね。ただ 463A は相変わらずハンドワリス多分かなり高いと思う、はい、その辺なんかも単体でもつけられますので、はい、ぜひご相談ください。はい、そして内装はじゃあ小塚さんからご説明いただいてもいいですか。はい、まあ、まず分かりやすいのがそこのスカッフプレートとこですね、が、まあ、ブラバスのものに交換してあります。でフロアマットですねもブラバスのものに、交換してあります。であとは、アクセルペダルとブレーキペダルですね、もうそちらの方も全部ブラバスのものに交換してあります。やっぱりここまでやりきってると、はい、内装も少し触りたい。そうですね、まあ、できる限りやれるものはやりたいところですね。究極はドイツに送ってっていうのもできなくはない、はい、そうですね、まあ、シートの、ヘッドレストのところの B マークとかはできないので送ってもやってくれないので、まあ、そうすると本国に車ごと送ってっていう話になるので、そこまでやりきるかっていうとこですよね。そうですね、はい、すると費用的にも納期的にも非常にかかってしまうという、はい、今回は箱物を全て製造する、はいはい、であとはドアロックピンもそうですし、はい、であとはステアリングも書いてあります。あ、これ交換されてるんですか。はい、ワンオフでステアリングを作ってパドルもブラバスのものに書いてあります。なるほど、はい、好きないですよ。はい、そうですね。そしてあと今回ブラバスのパーツではないんですけども、後付けの便利アイテムもついてるということで、はい、レーダー、はい、ドライブレコーダーの車輪、
はい、デジタルインナーミラーもそうですね、はい、この辺の後もしっかりやって、はい、あとアンビエントもそうですね。アンビエントも、はい、エアコンの吹き出しですか。はい、そうです、エアコンの吹き出しもやっておりますね。で465光るけど 463A は光らないんですか。光らないです。というわけで、はい、後付けでアフターのアンビエントアウトレットがついているということで、はい、こんな感じの内装になっております。はい、で最後になりますけど、はい、小塚さん、言い忘れてる、紹介し忘れているカスタマイズありませんか。あ、フープロテクション資料忘れてるじゃん。違う、というわけで今回切れすぎちゃってます。情報量が欲しいというわけで、今回ワイドスターのキット組んでるんですけど、はい、そこを含めて全部これプロテクションフィルムに施工されてるんですね。はい、しております。これ多分途中で気づいた方はいらっしゃらないぐらい、そうですね、なかなか分かんないですね。全然わからないですね。僕らも近くで見ても本当にわからないぐらいしっかりプロテクションフィルムも設置されている、はい、で当然あのワイドスターのバンパー用なんていうデータはないわけじゃないですか、はい、それもしっかり、はい、ワンオークでワンオークでやってるのプロテクションを施工してる、はい、で最近のプロテクションはこの面が高いのもそうなんですけど、はい、なんか自己修復機能なんかもついてて、はい、温まると傷が消えたり、そうですね、はい、すごくありがたいですよね。はい、ただこういったカスタマイズされている車とか、はい、しっかり走る人の車はぜひ一緒に施工するといいんじゃないか、はいはい、あとさっきなんか忘れてたって言いましたけど、はい、あ、イージエントリーリアドアしっかり忘れてるじゃないですか。リアドアがあの何度って言えばいいですか、60度70度くらいですか、はい、しか開かないんですけど、はい、それもほぼ90度、89度ぐらいですね、はい、開くキットがドラバスから出てるんですよ、はい、というわけでそれも今回装着してるということで、はい、リアのこの乗り込みやすさも確保してる、はい、であれってワンオークで作ってるんですよ。知ってました。知らないです。なんか知るじゃないですよ。そうなんですか。あれも作ってる現場をスピーディングというわけで、まあ、その辺も信頼のドラバス製ドアブレーキになってるんで、はい、しっかり89度確保できる。まあ、その辺なんか今回ご紹介したコーナーをいろいろ単体でも取り付けていきます。はい、できます。ぜひご相談ください。はい、というわけで最後僕から感想いいですか。はい、あの最初に戻りますけど、はい、情報量がエグすぎます。本当多いですよね。でもあのこの特別感ってやっぱりいいなと思います。はい、そうですね。他にはない唯一無二ですよね。あのすごいことに日本では結構 G6 さん、はい、トルク台数多いじゃないですか、はい、やっぱりそんな中だとよりあの人とは違ったもの、はい、オンリーワンのものを作りたいという方もおそらくいらっしゃいます、はい、まあ、そういった方に、まあ、非常におすすめな、はい、で当然オーナーは非常に喜んだだけ足しまし、はい、経過はまだ見てるんですよ。ちょくちょくあの写真とか LINE ではあの報告はさせていただいてるんですけど、現車自体はまだご覧いただいてないので、はい、車楽しみです。楽しみですね。というわけでぜひ、はい、こだわりの G クラス、あの G クラスに限らずですね、はい、こだわりの車両をカスタマイズしたい方は、はい、ぜひ冒頭名古屋ご近所にご覧ください、はい、というわけで、はい、モントチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。